キュロス一世は、アケメネス朝のアンシャン王。後に大帝国を建国した、キュロス二世の祖父にあたる。在位期間は、紀元前640から600年頃、または610から585年頃と見られている。孫のキュロス二世が残した、遠藤印象によれば、キュロス一世は、アンシャンの代用でテイスペスの息子とされている。同じ内容は、ヘロドトスの、 歴史やダレイオス一世のベヒストゥン碑文にも記されている。またペルセポリス出土年度版やエラムゴインのアンシャンのキュロス、テイスペスの息子という名文でも裏付けられている。当時のペルシアは小国の一つであり、紀元前646年、または639年に有名なアッシリアのアッシュールバニパルオに、長男アルックを人質として差し出している。 アッシリア文書では、パルスマッシュの王、クラッシュとして言及されている。ただし、クラッシュをキュロス一世とみなすことには、異論もある。パルス地方を支配していた兄弟のアリアラムナイス世が、メディア王国により、廃位されたため、メディアに従順だった、キュロス一世はその勢力を、アンシャンから、パルサ地方にまで拡大した。ありがとうございます。